東ブクロと、おはようございます。ほぼほぼね、伊集院さんとは初対面みたいなもんで、そうですね、はい、まさかここに呼んでいただけるとは。そうですね、はい、はい、絶対に寝ないようにしましょう。いや、それは当たり前です。一番失礼なことです。絶対に寝ないようにしましょう。はい、僕も、はい、あの毎週バカ字から聞いてますんで、はい、あの本当に伊集院さんと相対するのは本当に緊張してるんです。毎週は嘘やろ。いや、毎週は本当に毎週聞いてます。やめとけよお前、そういう公共の場で嘘つく。嘘って言うのがおかしいやんか。毎週は嘘ですよ。いやいや、聞いてますんで本当に。いや、毎週は嘘やん、ほんまに。なんでそんなこと言われなかんの。すいません、この後よろしくお願いします。いけるかこれで。僕のたっての願いで、あの実はお願いしたんですよ、うん、あのさらば青春の光ゲスト呼んでくんないって言ったら、プロデューサーは微妙な知名度ですねって言ってたよ。ね、さあ、TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの竹内かなえです。面白いな、もうすでに。この後本日のゲスト、お笑いコンビさらば青春の光をお迎えいたします。森田くんと東袋さんなの、東袋さんなの。私もそれちょっとアクセント迷ったんですよね、アナウンサーとして、はい、森田哲也と東袋って書いてあるから、袋が名前なのかな。まあその辺も聞きたいと思っております。あのね、個人事務所なんだよね。もともとはまあまあ関西の大手の事務所にいたんだけど、独立して個人事務所なんだよね。で、いろんなことあって今に至る人なんだけど、テレビ見てて、あ、ちょっと彼らと話したい。もともとネタは好きだった。ネタはもうお墨付きで、だってキングオブコントに、要するにコントの日本一を決める選手権の決勝に何度行ってる。すごい回数決勝まで進んでる人だったりするんで、もともとネタ好きなんだけど、テレビ見てて、わ、この彼らと話したいって思って、はい、ちょっとその願いが叶いました。さらば青春の光、この後すぐに登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間はセブン&アイホールディングス、東京カリンと他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、さらば青春の光は、森田哲也さん、東袋さんによって2008年に結成。コントの祭典キングオブコントでは2012年に準優勝して以来、これまで単独最多となる6回決勝に進出しています。また M1 グランプリでも2016年決勝に進出し4位となりました。日常の中の不条理を切り取ったコントに定評があり、業界内にもファンが多いお笑いコンビさらば青春の光のお二人が本日のゲストです。ということで、スタジオにはさらば青春の光、森田哲也さんと、はい、これ東袋です。いや、東袋です。もうそれはでも各々の東袋を出していただければいいです。はい、あなたの東袋、はい、もうないんです。もう何でもいいんです。あなたがスペースを入れたければ。そうです、東袋だし、はい、ね、もうフリースペース。まあ、2年ほど前に改名させられたんですよね、はい、ちょっと番組の企画で。あ、そうなんだ、はい、だから一応東袋なんですね。つなげて東袋と。じゃあ、まあ、森田君と一応そこにプライドはあるんですね。いえ、ブライトと言いますけど、もちろん一応東袋で統一させてください。はい、いいですか、進めさせてください。すいません、もうすいません、もう、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。率直な話で、はい、なんで急に、はい、呼ばれたっていうか依頼が来たって、はい、思う？いや、プロデューサーが、はいはい、僕昔、はい、ご一緒させていただいてて、そうですか、はい、はい、一緒にキャバクラ行ったことあるんですけど、あんまりそんな話するのもね、はい、子供が生まれたばかり、はい、そうですね、団体で行ったのにむちゃむちゃ個人プレーで口説いてましたよ、ね、昔の話ね、はい、そのプロデューサーに、はい、僕割と僕の方からこういうゲスト呼んでくださいってことあんまないんです、この番組はないんですけど、ちょっと二人に会いたいんだって話をしたら、まさかゆかりがあるような返答じゃなかったよ。
なんでですか。なんでですか。キャバクラ行った中でしょ。こういうこと言われると思ったんでしょうね。もうね。それ呼ぶとちょっと何かがバレるかもと思う。いやマジでそのキャバクラ以来電話かかってきたんですよ。伊集院さんのラジオやってんすけどって。あの店なんだっけぐらいの感想なのかなみたいな。はい、でこれ不思議な順番で、はい、いろんなゲストにいらっしゃるパターンあるんですけども、はい、例えば出版がありますっていうようなことがあって、はい、例えば事務所からこういうことの告知もあるから、はい、入れてもらえませんかみたいな売り込みみたいなのがあって、はい、みたいなケースもあるのね、はい、なのに個人的に出てほしくて、うん、出てもらうことが分かった後に、うん、たまたま行った本屋に、はい、本が出てるっていう順番逆じゃねえかみたいな、はい、この度本出させていただきまして、うん、はい、だからありがとうございます。嫌ですけどその本の話も後ほどします。ありがとうございます。いいですか。朝にする本じゃないですよ。朝、はい、聞かせれるもんじゃないですよ朝の人に。で問題は、はい、なんで僕が、はい、急に呼んだと思う。いやー、いやいやいや、ね、本当にわかんないです。はい。やっぱり、だって結構文化人の方とかもね、この時間帯であるじゃないですか。来るどこの話じゃないですよ。はい、はい。そうですよ。芸人がまず呼ばれてはるイメージはなかったし。いや、そうだね。はい、やし、やっぱ僕らは、なんか伊集院さんって、うん、キングオブコントでよくコメントを、はい、ダーリンズさんとかやられてるじゃないですか。はいはいはい、で、まあ僕ら6回出させていただいてるんですけど、はい、そのなんかね、1回も伊集院さんに褒められた経験はないんですよ。まあまあ。だから、ゆかりがね、そう、ゆかりもないんですけど、はい、なんかどっかハマってないんかなとか、ちょっと思ってたんですけど。逆に言うと、はい、ダーリンズが負けるじゃんか。はい、負けた時に、はい、あの二人のあのクオリティのネタでも、優勝しなかったんだから、しょうがないじゃんみたいな対象なぐらい、はい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 、そのネタはすごい面白いと思ってます。本当に思ってございます。よかった、よかった、よかった。で、それと全然関係ないところで、はい、たまたまね、はい、お笑い向上委員会を見てたの。この間の。はい。はい。はい。さんまさんが司会でいろんなお笑い人が出てるところに、お笑い向上委員会で、はい。そこでね、うん、まあ、なかなかあそこ割って入るの難しいじゃない。はい。そこで二人が主張してたことが、はい、すげえなと思ったのが、まあ、世の中に吉本芸人がすごいいっぱいいると。はい。で、そうするとその吉本芸人の渦の中で、はい、可愛い後輩が滑るとかばうみたいな関係性が出来上がるから、はいはい、吉本芸人同士のあのかばい合いをもうやめてくれっていう、はい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 、まあ、ネタっていうか提言、はいはいはい、ね、なんだけど、はい、すげえこと言うな。いやいや、そんな破天荒な感じで見られてました。俺の中で、だって本当のことじゃん。危ない危ない、これが俺の発言になると困るんだよ。俺の発言になると困るんだよ。いや、ほんまやばいっすよ。ね、なんかあったらほんまケツ拭いてくださいよ、いや、やだよ、本当に。いや、やだよじゃないっすよ。あんたが呼んでるんですから。本の告知にいらっしゃる。早いな。早い、もう終わりやで、ね。あと25分くらいありますからね。すごいのが、はい、その、もともと松竹っていう事務所にいてから、はい、自分で独立して、はい、自分たちの事務所、はい、はい、どっちが社長なの。僕が森田が社長です。副社長が、はい、東袋です。すごいよね、昔の商店街のスーパーの感じだよね。まあもう個人でやってますよね、まあ、もうね、個人でね、パーティーさんは手出しそうですからね。その話触れるよ。ええねよ、そんな話はもう。でもな、なんかその、まあ、今触れかかったようないろんな、はい、事故もあり、はい、ね、いろんなこともあり、いろいろありますやらかしもありなんで、お騒がせしましたから、はい、本当に、はい、みんなはやらかし先で事務所をクビになって、はい、仕方なく個人事務所を作ったと思ってんだけど、はい、そうじゃないんだよね。そうじゃないんです、まあ、そうですね、松竹を自分たちから辞めます、はい、辞めました、はい、きちんと綺麗に辞めて、はい、個人事務所なんだよね。そうですね、そうですね、東京にその来てフリーで活動した直後に、はい、まあそういうことがいろいろやらかしは、もうやらかしはみんなもう Google で調べて、まあ、もうやってほしいけど、一発で出てきますので、はい、ぜひトレンドまで押し上げてほしい。いや、もう今更大丈夫です、もう。はい、でも、はい、だからその辺のことがすごい聞きたくて、はい、はいはいはい、でもちろんそれはさ、フリーになればなるほどなかなかネットワークもできないから、はいはいはい、本出したけどどうですかって売り込みもなかなか難しいと思うし、はいはい、そういう出演者の渦に巻き込まれることもいっぱいあるじゃない。はいはい、そもそもどうしてフリーになろうと思ったの。はいはい、まあ、そのね、フリーになろうとは思ってなかったんです、実は。あ、そうなんだ。はい、はい、あの別の事務所に行こうとしてたんですよ。松竹は辞めましょうと。はい、はい、そうですね。うんうんうん、辞めるっていうのは、もう、辞める1年ぐらい前からもう辞めたいです、みたいな、はいはい、その、もうちょっと、東京で違う事務所でやろうかなっていうのを。大阪やったね、もともと。そうなんです。言ってて、で、
そのタイミングでキングオブコントに初めて決勝を、うん、2012年で、うん、まあ、ちょっとこう全国で名前がこうなんとなくこうお笑い界で名前が、バレちゃってというか、うん、でまあそれでちょっとややこしいんだ。そうですね。これすごい興味深いのはさ、うん、はい、もしかしたらさ、その松竹のあまたいる若手芸人の中だったら、はい、やめます、どうぞどうぞっていう話じゃない、はい、そうですね。はい、円満に行くじゃない、はいはい、そうですね。その話進行中に、こうか不幸か、はい、キングオブコントの決勝行っちゃう、はい、そうなんですよ、はい。何千組の中からの数組の決勝だから、はい、そりゃさ、はい、手放したくなくなる。まあ、そのね、松竹さんからしたら多分そうだったと思うんですけど、まあまあ、もう、やっぱやめようと。ずっと話してきたことだしね、それはね。はい。で、まあちょっと東京で別の事務所、まあオーディションなりなんなりやろうか、みたいなことで、やめたら、まあちょっと、まあスキャンダル的なことになっちゃったんですよね。ちょっとこう、なんか、あいつらが、なんか、調子乗ってるみたいな。あ、その、そっちね。そっちがまず最初に。はいはいはい。要するに、事情を知らない人は、はい、キングオブコントの決勝行った途端に育ててもらった事務所を辞めるって言い出してんの、はい、こいつっていう。そうそう。うわぁ、真相って面白いね。はい。そういうコントみたいだね。そうですね。まさにね。もはや。そうすると、周りも、はい、今度は、これ結果的に引き抜いたって話になるんじゃない、はい、そうなんですよ。手を出してしまうことなんで、はい。だから入れなかったです、はい、どこも。うん、はい。まあでも実際僕らも多分調子には乗ってたんですよ。もういい、はい、いい気になって、どこ行ってもやれるわと思ったら、どこも入れないっていう状態だったんで。予想もつかないね。はい、その、幸先よく賞を取ったぐらいの話じゃない。幸先よくまあ決勝出たぐらいの話が、はい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 、まさかそんなことになるなんて。いや、そうですね。爆笑だね、はい、まあ当時は笑ってられなかったですね。そうですよ、はい、じゃあちょっとおかしなことになってるぞってことなんだ。そうなんですよ。だから結構だから単独ライブが中止になったりとか、本当は決まってた単独ライブも、はい、まあその当時松竹さん的にはやらせれないっていうことで、はい、中止になったりとか、そうだからそんなもんまあ全部こう、うん、憶測であいつら単独も中止にしたでとかそういうことになるでみたいな、はい、ややこしい奴らみたいになったんですよ。まあ、僕らのせいですから、はい、本当に。本当に、はい、当時は本当魔石に入りたかったですよ。本当に。うっちゃんなっちゃんとこに入りたかったんだ。魔石芸能者に入りたかったんですけど。まあ、そうするとそうだね。はい。はい、いろんな評判出ちゃうもんね。そうです。やっぱり横のつながりもあるんで、事務所さんっていうのは。あと、松竹だって大きい会社だから、はい、そのいいよって言ってた人と、はい、おいおい、あいつ売れ出したじゃないか、もったいないじゃないかっていう人もいるだろうし、はい、それでも強行に辞めるってどういうことだってなるだろうし、そうですね。周りは周りでそういう事務的な手続きで単独ライブやらなくなったの、はい、おいおい、あいつ干されたぞって話になるしね。そう、見えますもんね。はい、そうなんですよ。もうだから当時は本当にもうビクビクしてたよね。もう、まあ、とりあえずもう、ちょっと歌舞伎には出られへんとか、うん、いや出るつもりもなかったですけど、松竹さんの歌舞伎には、はい、俺らの昼のラジオのゲストコーナーで、ちょっと今のタイミングではシュールすぎ、すいません、ちょっと加減が分かってないもんで、ね、すいません、すいませんね。そんな最中にさ、はい、もうじゃあしょうがない、自分たちで何とかしなきゃってなるわけだよね、はい、もうこれをゼロからやるわけだよね、はい、これももう2人で会社作ってどうやんの？まあでもその本当にありがたいタイミングで、ちょうどその東京に出てきた瞬間4月だったんですけど、あの MX さんで、まあフリーの芸人を探してると。で、そのドキュメンタリー番組やったら面白いんちゃうかで僕らにちょっとスポット当てていただいて、ちょっと冠番組的なことが4月から始まったんですよ。はいはい。で、その流れでなんとなく会社を作ろうかみたいな感じになって、そうですね。はい。そこから事務所を設立になるんですけど。その番組がフリーやから、ま、その仕事依頼を、うん、あの受けようっていう番組で、うん、はい、まあ、はい、本当にいろんなとこで、あの、ネタやったりとか、なんか、まあ、青森の女子中学生が、僕らのネタ見たいっていうから、うんうん、レンタカーでそこまで行ってとか、そういう、うん、結構いろいろ、その、もうフリーならではのっていうか、もうスケジュール空きまくってるんで、はい、あの、そういう、あの、ことをやってたんです、番組で。で、そうそう、テレビ見てる側には、はい、あ、この人はきちんとフリーなんだっていうことがわかるじゃん。今までの変な噂だけじゃなくて、はい、ドキュメンタリーやってくれてるから、はい、で、そうなったところで、はい、じゃあ個人事務所になってくる。そう、その番組が、もうじゃあ事務所を作ればみたいなことになって、で、本当に番組内で事務所ができて、うん、で、その後番組は終わるんですけど、それでももう事務所は、続けていいよっていうことで、そういうことになる、はいはい、ここでちょっと一個だけ確認しとくね、はいはい、あの俺は個人事務所を作りたいとか思ってませんよ、ホリプロ。俺は
ずっとホリプロとマネージャーが超見てるからさ、お前何言う事務所の作り方みたいのを今画策してんだみたいになってるわけじゃないですよね。俺が伊集院さんのスペック持ってたら一目散に個人事務所作りますよ。作りますよ、もうホリプロが大好きだから、もう背中にホリプロって彫ってあるんだから俺は。もうね、そうですよね。もうでその最中に軽く男と女のスキャンダルが、はい、そうですね、ありましたわーってなってくわけだ、はいはい、そうですね。それで余計に他事務所に行けないなというのがあり、はい、今はもうちょっと腹くくってんの、それともどっかのタイミングでお誘いがあればちゃんとした事務所入ろうと思うの？いやー、今んとこはもう個人事務所で一生行ければな、ね、今マネージャーも一人入って3人でやってますんで、はい、3人 の, 事務所あの会社なんですけど、はい、はい、まあ、なんとかその個人でやれるなら、やもう一生これがいいなっていう、はい、へー、いいとこと、はい、大変なとこは、ね、うん、いいとこは本当にもうずっとあのなんかなんていうんですか、毎日宝くじ買ってる感じというか、うん、そのどっかなんか当たりゃもうドンってこうお金儲けできるっていう、うん、その、はい、毎日こうなんかこうね、関西弁の金話聞こえるわ、ね、まあでももう死活問題なんで本当にね、感じというか明日 CM 入るかもしれんしとか、なるほど、はい、なるほど、っていう一個一個仕事してても、はい、変な言い方だけど、例えば嫌なことがあったとしても、うん、これはちゃんとそうやって生活につながってるんだっていう感謝は、はいね、会社の人が持ってくれる、うん、来てくれてもそう思わなきゃいけないんだけど、はい、それ以上にもあるわね。そうですね、リアルにね、はいはい、まあ悪いとかも本当に弱小なんですよ、うん、いやそうですよ本当にもう弱小も弱小なんで、はい、それ工場委員会でも言いましたけども、やっぱりね、宅地家僕らもらえないとか、うん、なんかその同じ番組出てんのに、はい、もうなんかこうなんかくれないみたいな、雷はもらってんのにみたいな足元は見られてますよね、はい、でもなんかすごい思ったのはね、はい、さっき言ったね、その吉本の先輩後輩がね、はい、すごい助け合ったりいじり合ったりしてる中で、はい、あれボールが回ってこないっていう経験は、うん、はい、俺らの頃もあるの。俺らの頃もその吉本の人たちがキャッチボール始めたら、うん、ボールにもう手が届かないっていう状況ってすごい昔からあるの、はい、でもこれはね、吉本がどうのってことじゃなくて、うん、だって彼ら同じ事務所で、うん、同じ自分の持ってるライブハウスで楽屋から何からずーっとあうの呼吸が出来上がってるじゃん、うん、はい、でいて別にこの特定の後輩を、ひいきしようと思わなくても、うん、同じ番組の中で、うん、ああいう性質のやつ、このままだと滑るなってことが、その生活の中で分かる、はいはい。そうなんですよね。で、そうすると、この番組からを滑らせないためには、フォローするっていう図式が出来上がってるから、良くも悪くもそうなるじゃん。まあそうですね。なっちゃうのは、はい、その悔しい思いはこっちもずーっとしてる。はい。はぁ、うん。ってなると、うん、一応、吉本外の先輩としては、うん、何か、こう、やりたいと思うから呼んだっていうのが、はい、ありがたいっすね、実際のところだけど、はい、話の方向が変なとこに行くようだったらもう一切無関係いやいや、まあでもね、はい、もう弱小ながらやっていきたいなと、頑張って、はい、行きたいなって言いながら、まあ吉本にめっちゃお世話になってたりするんで、そうなのよ、結局、はい、本当にあそこがないとお笑い番組もうないじゃんみたいな状況になって、ね、やっぱ賞レースも吉本がね、はい、制作なんで、はい、僕らも劇場呼んでもらったりもしてますし、昨日もだ僕らはあの、うん、今幕張吉本っていうところでレギュラーいただいてるんで、すごい、そこの懐の深さすごい、はい、よくあの番組であんな発言してる何不義理してんのか、いやいやいや、すごいな、そんな幕張は幕張で遠いもんな、なんで文句言うのなんでここで文句言うねん、今のタイミングがフォローのいやでもお昼の AM では行き過ぎなんだよそれはお世話になってます、お世話になってます、もう全ての人に感謝です本当に、ね、はい、なんだろうね、なんか、はい、自分がもう一つ聞きたいのは、うん、その、はい、それこそうちのレポーターなんかは、はい、もう決勝行くどころか、はい、1回戦でも上に進みたいと思ってるキングオブコントで何度も決勝行くじゃん、はいはい、なのに、はい、突き抜けて売れないっていうことへの、はいはい、変なジレンマはどうしてるの、はい、もうでも、うん、そうっすね、うん、いやだからそれがやっぱテレビってそういうことなんやろなっていう、やっぱ分かりやすい人たちが、うん、あのちゃんと賑やかな人たちがっていうところなんだろうなっていうのは、はい、みんなさ、はい、そのうちのレポーターたち、はい、まだそれキングオブコントのもうそれこそ 1,2 回戦で負けちゃうような子たちからしてみたらさ、ネタ、はい、さえ面白くなって、はい、キングオブコント決勝に行ければテレビに映るとこにさえ行ければ俺ら頑張れるんだっていう時に、はい、テレビ出て、はい、面白くて、はい、なのにある程度で止まられると、はい、もうみんなね悔しくて
どうすればいい。いや、ほんとそうですよね。それはでも、もう僕らに言うよりね、カモメンタルさんとか。お前なんで言うねん。なんで今な出さんでええ名前や、お前。生贄カモメンタル生贄だよ、もう。優勝してます。優勝してんだから。優勝してないんだ。優勝したら僕ら売れると思ってるんで。上には上がおるって話じゃないんですけど、ね、これも。でも、お世辞でネタはまあ面白い。いや、ありがとうございます。本当に、あの、心から面白いと思ってる、はい。で、その、ネタ作ってるのはどっち？ああ、もう基本的に森田が。一応僕が、はい、ベースはやってって感じです。え、ネタを作る方を森田くんがやって、はい、大きなしくじりをする方が、はい、その分別はおかしいんですけども。はい、スキャンダル担当です。担当じゃないですか。そうなんだ、はい。ネタ作り、ボケとツッコミってよく聞くんだけど、はい、ネタ作りとスキャンダルの担当になってるんですね。まあ今までいないコンビの形としてね。うわちょっと本の話も、そのネタの話も、ちょっとこの後一回 CM 挟んで聞きたいと思っております。はい、今日はさらば青春の光のお二人に登場いただいております。はい、伊集院光とラジオとさらば青春の光と単独ライブ第三元と、さあ改めまして今朝はゲストに、お笑いコンビさらば青春の光のお二人をお迎えしております。はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。あの、まあ、ネタ見たいっていう空気が多分なってくれてると思うんです。はい、はい、最初さ、痛いの痛いの飛んでけを、はい、痛トンってやるネタあった時に、はい、これ流行語大賞になると思ったの。あ、本当ですか。思わなかった、自分たちでも。思いました。痛トン流行ると思わなかった。流行ると思いました、僕は。子供泣いてて、はい、おじさんが痛いの痛いの飛んでいけを、痛トンって言うっていう。はいはい、他の方好きそうで、うちの子たちも多分。行くでしょ。だって僕ら当時すぐにあの着ボイスを収録しましたもん、ね。これはすごいダウンロードになるぞと思って、はい、なって、うん、ほぼ今初めて知ったでしょ。私あの海外にいたんですよね。本当に海外にいました。海外まで轟くと思ってたんですよ。タトンがイタコ太郎ぐらいのことなんやと思ってたんですよ。はい、ねえ、はい、ジャスティン・ビーバーもトランプ大統領も、はい、もうみんながイタコンって言うと思ってたんだけども、はいはい、割と周りの人も言わない状態になるっていう、はい、はい、ねえ、ネタはまあ面白いんだけど、さあネタ見たいっていう人にここでちゃんとライブツアーのお知らせをちゃんとしたゲストみたいにしてもらいますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあライブツアー、はい、3月から4月にですね、はい、東京名古屋大阪で単独ライブ第三弦を開催させていただきます。はい、はい、細かくいいんですかね、これ。そう言っとこう、きちんといいんですか。はい、3月27日から31日までは東京の有楽町オルタナティブシアターで、はい、4月17日18日が名古屋の西文化小劇場、うん、4月20日21日が大阪のイエスシアターで、はい、ほぼほぼですね、ちょっとチケットは完売状態なんですけれども、もうちょっと待ってよ、はい、いや俺のおかげで売れたが欲しいじゃん。いやでもですね、こっちはこっちでさ、その吉本のネットワークじゃないネットワーク、俺ホリプロで浮いてるから。いやいや、他にネットワークを求めてんだからさ。まだそのチャンスがあります。ある、はい、あります。はい、はい、残ってるところ、多少でも残ってるところ、はい、じゃあこっちから言ってきますね。はい、3月の28日木曜日の有楽町、はいはい、オルタナティブシアターでの昼公演、2時からです。これが最近追加公演をそれ出したんで、はい、まだそれがあの平日の昼間なんで、ちょっとまだちらっと残ってると、はいはい、あとは名古屋の、西文化小劇場ですが、はい、4月の18日木曜日の夜公演、これは7時からですね、はい、7時から、はい、この2公演はチケットが今現在はなんとかなりますと、はい、全席指定ですね、税込み5000円です、問い合わせ先、言っときます、TBS ラジオイベントダイヤルです、東京03-5571-2751、東京03-5571-2751までということで、はい、これどんなライブ、ネタやりますか。ネタですね、はい、うん、ネタをまあ大体毎回8本9本ぐらい、うん、はい、やりますので、はい、まあなんかいろんなパターン、ネタってどう作ってんのあれ。いやもう本当に別にどう作ってるって言われて も最後に来てこんなバカですよ。ネタどう作ってんの。なんか、なんか、ね、いやもう嫌ですわ、悪口とかで終わりましょう。最後潰しとこう、最後潰しとこうと意外にそういうとこしどろもどろになるんだってところを入れておこうかと思って、はい、ね、でもあともう一個あったわ、はい、ネタの話もそうだけど、はいはい、本が偶然出てることを、はい、ありがとうございます、俺らが発見するという珍しいパターンなんです。そうですよ、もうそんなタイトルが、はいはいはい、メンタル童貞ロックンロールっていう本で、これは森田君が書いてる本、はい、そうですね、はい、僕が約4年間ぐらいあのダヴィンチさんで、はい、連載をさせていただいてまして、
はい、でそれが本になったという、はい、ね多分君たちのその小さな事務所のマネージャーが有能だなと思ったのは、はい、この本の存在をこっちに知らせなかった、はい、時間帯分かってあるんですよ。有能なマネージャーがこれは昼の AM ラジオでお知らせすることがプラスに決してならない本、はい、ということ、そうですね、まあ、このメンタル童貞ロックンロールかなり下世話な本なんですけど、もちゃくちゃ下水本 で、はい、でこれがうちのスタッフは真面目なのかな、はい、事務所のマネージャーが売り込んでないものを、はい、わざわざ買ってアシスタントの竹内が読むと思うんですよ、はい、竹内さん読むもんじゃないですよ。これは竹内さん本当にあの、はい、読んだんですか。ちょっとすぐ多分目洗った方がいいですよ。竹内さん、なんかあのディレクターが読まなくて大丈夫です。プロデューサー直轄でそういう扱いだから、はい、全部は読まなくて大丈夫。でもあの私息子が2人おりますので大変勉強になります。竹内さん、なるほど、ね、あのねこれはね誤解を与えます、はい、子育て本ではないです。男の子ってこういう感じなのかなっていうの、まあ、たくましく生きろよっていう本ではありますよね。はい、そうですね。もうモテない男の、まあ、日々の日常というか、はい、本当にでもちょっと局地的に女子も結構読んでくれてたりとかしてるんで、もしよければ読みやすいと思います。でもすごいなと思った、はい、本がちゃんとこの本出してる角川さんの方は推してるんだなと思ったのは、はい、TBS の目の前の文教堂は平積みだった、はい、ちゃんと新刊本のところに平積みにされてるってことは、やっぱりちゃんと注目してる人はいるっていうことで、ありがとうございます、ね、はい、さあ最後に何を、はい、今後の夢とかこういうことをしたいとかをちゃんと言っておきましょうよ、はい、あ、そうですね。でも、まあ、毎年あの単独ライブが大きくなっていってくれてるので、うん、もうこのままやっぱりもう万ぐらいね、やっぱり1万2万と入っていけるようにしていければ、そうです、ね、まあその時にはもう売れてると言えるんじゃないかなと思うんでね、はい、そう、まあでも、はい、これだけの公演数がソロドアウトになりかけてるという時点で売れてるは売れてるんだけどね、でもまだなかなかね実感が持てないので、売れてる実感は、ね、もうちょっと行きたいなっていう感じが、はい、もう、はい、そのまあ言ったら老若男女に向けて僕らやってるところはあるので、うん、もう全老若男女来ていただければ、うん、はい、余裕で奥の売り上げはそりゃそうなんですけどね。また金の話をまた金の、はい、やっぱ社長っていうのはそういうとこシビアにいかないと、ね、そういう時に、はい、奥って言っちゃダメ、あ、はい、なゆたって言うとかないかよく知っていてネタがあるんですけど、まあ、こういうネタがあるんですよ、はい、です。でもね、なんか昔言われたことがあって、はい、自分がやっとテレビ出始めた頃に、はい、ギャグで奥稼ぎたいっていう話をしてたら、その時にお世話になってたディレクターから、うん、テレビを見てる人たちは本当に奥が稼げるんじゃないかっていう、うんうん、テレビで1回出たら100万円もらえるんじゃないかと思ってるから、はい、桁をもう何個か上げて言うようにした方がいいよっていう、あ、そうじゃないと誰も笑わなくなるかなって言われて、もうお前もらってるやろっていう、だからこのラジオのギャラは 2K ですって必ず言う。いや本当は5億なんだけど、まあ、2K ですっていうようにほんまにもらってはるからな、本当は5億ほんまにもらってはるから、ね、本当は5億もあながち嘘じゃないです。嘘だよラジオの手を使う、俺も俺呼んだのに俺も落とさねんの、本当笑えないですよ、もう俺ね、なんか説教されているね。あとはメディア、ラジオとかさ、テレビとかさ、はい、ラジオは向いてるって、はい、東袋がラジオが大好きなんで、僕は、はい、だからそうともバカ力も毎週、本当に嘘や、いやこれ嘘って言われておかしいです、毎週は嘘、昨日もちゃんと聞いて、昨日はそら聞くわな、あんな夜遅い番組毎週なんか聞けない、ラジコも駆使して聞いてますから。でこれをさ、はいはい、毎週聞くなんてどうかしてるぞって言い出すと、うん、聞いてくれてるリスナー、おいおいおい、俺ディスられてるぞってなるから、これからはこういうゲストは呼ばないようにします。ここで分かってない、いいサンプルができました、はい、よかった最後で、はい、テレビも出たいです、ラジオも出たい、全部出たい、はいはい、みんなもぜひ応援してください、はい、今日のゲストお笑いコンビさらば青春の光の2人でした、ありがとうございました、ありがとうございました。